5秒前。4、3、2、1。はい、今日もお疲れ様でした。でした。ZIP 放送後のトークバトル、ZIP プラス3です。3です。すいません、小林さん、ちょっと、僕、場所の都合上、こじんまりした感じの進行になりますが、テンションはめっちゃ高いので元気ないわけじゃないんですよね。それだけ見てる方にも小林さんにも分かっていただきたいなと思いつつ、ちょっと小さめの声で進行してまいります。小林さん、ネクタイめちゃくちゃ可愛いですね。ありがとうございます。見えます？見えます？これなんか今日のオンエアの時見えてました？オンエアの時にコート着てマフラーもつけてるんで全然見えてないんですよ。今日プラス3あってよかったなと思って。スタイリストさんがこんなにこだわって、ちょっと近くで見せてもらえます か？かわいい。クリスマスツリーと雪の結晶と雪だるま？そうなんですよ。でも小林さん、今週、まだクリスマスまであと2回ありますけど。いや、やっぱクリスマスウィークは張り切っていきたいでしょう。ウィークでやってくださるんですね。じゃあ、こっからあと2回の水曜日と金曜日もお楽しみということで。明日久保天気さんもね、ですね。クリスマス仕様にジなってブるンので、クリスマスっぷりを楽しみにしたいところです。はというわけで、今回もカード用意しました。今回は、このカードを2種します。おお、いっぱいある中からそれを。もう事前にこれだかなっていうのをね、僕から小林さんに聞きたい質問と、皆さんから小林さんに聞きたい質問がちょっといい感じにかぶったとおお、いうことで、いきまいきしまょす、こちらです。じゃう。ん、小林さん読んでください。新人時代に先輩によく注意されたことはありますか？気になります。今ではね、な我々、マスさん、徳島さんはじめ、みんながこのお天気コーナーの小林さんに任せれば、尺は元通りになると。またまた 何秒押しても何秒巻いても、小林さんに任せれば尺が通常通り戻ると、熱い信頼を置いている小林さんですが、そんな小林さんの新人時代、先輩に怒られたこと、怒られたっていうか、よく言われたこと、もう本気で怒られたっていうよりは、なんかよく言われてたなっていうことありますか？ちなみに僕は今回は、いまだに新人みたいな、3年目ということで、いや、や、でも、もう新人って言えないな。新人時代がやっぱり近かった、篠原さん、なんか記憶が多分新しいと思うんで、そうですね。なんか、僕シンプルですよ。なんて言うんでしょう。スポーツコーナーやってたんですけど、そのタイトルコールの声がでかすぎるって何度も言う。いや、普通小さくて怒られるのかなと思ったけど、大きくて怒られるんですね。そうです。あれ、小林さんでも一緒に、僕一緒ね、にどうし僕視聴者でした、その時は。た？1本年当目ですは。か？あ、じゃあ、僕と小林さん。小林、だって僕、去年からだから。そうです。じゃあ僕は小林さんと一緒になった時はすでにニュースキャスターだったんですね。そうかな。スポーツキャスター時代がありまして、私はジップスポーツというタイトルコールをですね、コーナー頭にこう叫んでたわけです。あれ、生ボイスオーバーと言いますか、毎朝こう、新しいのをね、言ってたんですけど、それを僕はちょっと何を、新人研修ではそれこそ声が大きいことがいいと。とにかく大きい声を出しなさいと習っていたので、大きい声を出しすぎまして、割れてると。マイクで声が割れちゃってるよと。さすがに限度があるし、その音声さんとか、チームプレイだから音源は 自分だけが大きければいいんじゃないんだよっていうのを教わりましたね。それよりマイクノリのいい声とか、マイクがよく拾ってくれるようなその距離感とか、音量とか考えるようになりました、息の量とか。確かに、でもアナウンサーさんって声がそこまで大きくなくてもやっぱノリがいい方って多いですよね、やっぱりですね。よね、なんか通るとかありますよね。小林さん、気象予報士の新人時代っていつなんですか？取り立てですか？取り立てです。取ってすぐ、割ともう喋る方もすぐやってて、というか、最初週1ぐらいしか仕事がなかったですけど、最初からそのキャスターの仕事やってて、注意されたのは逆かな、篠原さんと。なるほど。むしろ、ボソボソ喋ってて、この人大丈夫かなってなっちゃう
感じでした。もう今では想像できない小林さんの、ボソボソですか？そう、っていうのも分析したんですけど、なんでそうなっちゃうのか。やっぱり天気に対して自信がないんですよ。え、これ当たんのかなとか。わかる。わかりますね。めっちゃわかる。話すことに自信がないとボソボソしません？します。それこそ、スポーツコーナーやってた時代って、全スポーツをやるんですよ。毎朝のニュースで。自分が知ってるスポーツもあれば、知らないスポーツもあって、知らないスポーツは一から勉強するんですよ。でも一からやったとはいえ、なんていう、1ヶ月とかそのぐらいでしかないから、本当にこの選手がこれ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 で、このこれの成績があってとか、この標準記録を満たした人がオリンピックに出場でとか言うんですけど、やっぱりあくまでずっとやってきた人には経験がかなわないと。その人たちから見て大丈夫かなっていう自信のなさが声の小ささになってた時期ありました、まさに。ありますよね。で、ええ。まあ、人に言われたわけじゃなくて、自分の中の結論だったんですけど、天気をとにかく勉強すれば、もっと声の通りとかも良くなるんじゃないかって思って、声出しの練習とかではなく、天気の勉強をして、知識をつけたら、割と、それなりに喋れるようになったっていう。いや、さすが小林さんらしいお返事ですね。今も、もうオンエア終わったら、自分が一番無知なやつだと思っているんですよ。なんて謙虚なんですか。いざオンエアに入ったら、もう謙虚さはなくなって、自分が一番できるんだと思ってやってます。それは部活とかも同じかもしれない。学生の皆さん。確かに部活、試合やるときとか、テストを受けるときとかもそうって言いますもんね。そういう感じだと思うんですよね。じゃあ、小林ポイントも、あれも天気の知識があるから、大きい声でできてるって。だから新人の時だったら、小林ポイントとか思ったんじゃないです。全然信じらんないです。本当にポイント？みたいになりますね、それ。大丈夫この人って信頼できないじゃないですか。確かに。小林さんはちょっと改めて今何年目になられるんですか、気象予報士としては。2013年からキャスターやってるから、3、4、5、6、7、8、9、10、8年目。来年が9年目。なるほど。じゃあ、年次徳島さんの1年下ぐらいの年次になってくるんですはい。ね。そう。同い年だけど、そそう、徳島さんと同い年なんですよ、皆さん、小林さんは。う。笑うとこじゃないですよね、全然。僕が全然しっかりしてないから。僕の部屋もう笑えないんだから笑わせないでください。そうですね。そうなんだ。じゃあ9年前言われた声の小ささを克服するのまでにどのぐらいかかりましたか？でも、このマスコミの世界って、本当、移り変わりっていうか、入れ替わりが激しい世界だから、3日で慣れろって言われて、言われました。ね。だから、もう、3日は無理だったかもしれないけど、1ヶ月ぐらい、1、2ヶ月ぐらいでは、もう勝負できるようにと思って、必死こいてやってましたね。いやー、本当その通りです。そう、慣れなきゃいけない。そう、僕も上がり症というか緊張しいなので、その慣れるっていうのにやっぱりね、時間かかるんですよね。いかにこの自分の労力じゃないですけど、準備だったり、エネルギーをかけて1回に臨むかで、その密度を上げていかなきゃいけないんだなって、やっと今頃気づき始めましたね。でも本当その準備しとけばね、自信持って喋れますもんね。そうですね。テストとか部活もそうかもしれないけど。ですね。多分だからこれご覧になってる方で、学生さんも、大学生、社会人の方もいらっしゃると思いますけど、発表の機会とかね、そういう時は発声練習じゃなくて、意外と準備の練習、準備しとけば、内容？そうですね。普通通りの喋り方になれるかもしれないですね。というのを、さあ、ジップ切っての真面目な2人で、ね、失礼しましたが。ましたけど、はい。というわけで、今週はこの小林さんとか、見てください、これ。これね、皆さんからの質問が入ってる、この靴下なんですけど、にあるように、クリスマスウィークモードでプラス3もお伝えしていきますので、明日からのプラス3もぜひお楽しみに。でも、出演者の中で小林さんが多分一番クリスマスしてると思うので してますかね。 月曜日ピーク説ありますね。というわけで、また明日。明日、ゆるい終わり方。ハハ
以上プラス3でしたって言わないタイプ